試合の時っていうのは、極端な話ね、釣って持って帰ってくる魚が自分だけが狙ってるとか、極端な話するとそのエリア、まあ釣る魚が自分だけが釣れるっていう魚をなるべく追いかけて釣っていきたいんですよ。大船団の中で、魚の取り合いとかそういう感じの魚ではなく、誰も狙わないところで自分が狙う魚を釣ってくる。いつもバカイチでやってる魚と似てんねんけど、その魚を試合でも抜いてくる。で、狙った魚を取ってきて自分のウエイトに持っていくいう感じの、試合の進め方が多いですね。もしかして船団の中で、自分が入って何かを引っ張ってこようってするときは、例えばルアーがそのエリアで誰よりも強いとか、一番いいスポットに自分が入れるとか、そういう狙い方ですね、気持ちの持っていき方もあると思いますけど、そういう感じで魚を、試合の時は狙ってます。別に今で言うたら、なんかちっちゃいのでも釣っとこうとか揃えとこうとかいうのは全然ないんでね、最初から4500を探しに行かんと、試合言うたらあっという間に終わるから。僕の予想ではこう沈む間に食う予定やってるけど、ちょっとほら魚が夏っぽうなってると思って、よっしゃ、追ってる時に食ってんのは食ってんねんけどな。全然小さいですわ。500はないですわ。キロぐらいか。900ぐらいか。800、900、こんなもんか。どうするわ。
広島行こうかな。広島行こう。この前だけやるわ。この大きい行くわ。いいよ。ちょっと深い方見たらビルがちょっと当たり出したかな。うわ、10時半や。この辺は水悪いねんけどな、沖川はだいぶええもんな。そういうことなんかもしれんで。
ラマか。まあまあやろ。よっしゃ、よっしゃ。来い。うんうん、指ドラグが。引っ張り合いっこはしない。よっしゃ。よっしゃ。ええでしょ。手震えてる。手震えてる。じゃぐじゃ嬉しい。ほら、2000円。200、100。まあまあそんなもんですよ。助かったぞ、この魚は。もう一匹なんか釣れたから、こっから動きにくいな。ソロだけど色変わらんわ。ソロだけど色変わらんわ。ラスイッチ。よし、行こう。ごめんな、いいレモンがなかったね。ごめんな、このまま行くわな。ほんなら一番かわいいの800780。この子2つ目、2つも1360。これが2キロ100やったんちゃう。で3つのしたら、あー全然足らんかったな。4200足らんな。あと300やな。はい、トーナメントモードで、頑張ってみました。3本で、4200でね、目標にしたのが4500円ねんけど、まあちょっと足りないのもありますし、1本平均1500が、僕の一番の目標やってんけど、まあちょっと足りないけど、今回ね気合い入れて、テンション上げて、まあ湖に出れたんで、これが最大の今回の僕の実は収穫やないかなと。またこれを次回にね、次回までこのままテンションを下げないで、いけるように、頑張っていきます。